そう。よいしょっと。何かに使えそう。気を引き締めていこう。
まだまだいけるでしょう。カゴン、仕掛けます。大丈夫ですか。いや、あまり無理しないでよ。これがいいわね。いつでもやれます。よし、私の番。カゴン、行きましょう。まだまだいけるでしょう。もう一回やるよ。よし、私の番。カゴン、あまり無理しないでよ。いつでもやれます。大丈夫ですか。はい、今行く。よし、私の番。やっ、さあ、どう動こう。カゴン、あまり無理しないでよ。戦えます。攻め時ね。大丈夫ですか。大丈夫、無理しないで。さあ、どう動こう。で、無理、くらえ。これが私たちの力だよ。何かに使えそう。レナさん、大丈夫？大丈夫だって。私のことは気にしなくていいから、本当に。ま、ならいいけど。どう、キララ？歩いてると記憶が流れ込んでくる不思議な感覚。クノさんは次の県知事選で立候補なさらないんですか？娘さんの力のおかげで有名な政治家さんも久野さんをひいきにしてくださっているじゃないですか。いろいろ後ろ盾を得られると思いますよ。信託を授かった地域の者もきっと賛同してくれるはずです。もちろん狙うつもりですよ。ただ娘の力で支持を得ている、
なんて対立候補に言われるわけにはいきませんから、使いどころは慎重に。今のさっき言ってたパパ同士の会話かな。うん、どこかで聞いた会話だと思う。県知事選って久野さんのお父さんがってこと？パパは政治家だった。辺境の村だからそんなに大きな力はなかったけど。なるほど、だから村長と仲良しなんだね。でもなんか利用とか。うん、パパはキララにはとても優しかった。おいしいご飯も食べさせてくれた。パパもママも幸せそうだった。キララもそれでいいと思ってた。あの時はまだ地位とか権力とかそういうことは何も分かっていなかったから。クマさん、この頃から生活が普通じゃなくなっていって、キララはそれを他人事みたいに思ってた。神の使いなんて言われても実感がなくて。そりゃそうだよね。あの時のパパはなんだか取り憑かれたみたいに必死でちょっと怖かった。県知事選って言葉もそれと関係してるみたいでしたね。きっとたくさんの人から認められることはパパにとってすごく大事なことで、それにキララの存在はうってつけだったんだと思う。星崎さん、まだ何も言ってないよ。みんな仲良し？はい、雫世界に来て私たちだけで生きていくことになって自然とこうなりました。団結しないと生きていけないですしね。キララも頑張る。無理しないようにしてくださいね。久野さん一応病み上がりなんですから。そういえばそうだった。青はすごい、ずっとみんなの中心にいる。そうですね、星崎さんがまとめてくれるから私たちも団結できているのかもしれません。きっと青には人を引きつける魅力がある。本人は絶対に認めようとしないんですけどね。自分は普通の人間だからって。それもまた青の魅力なのかもですね。いいリーダーです。何かに使えそう。容赦しないよ。まだ戦えます。大丈夫ですか？よし、私の番。カゴン、いた。大丈夫ですか？いた。任せるね。はいはい、今行く。まだ戦えます。
大丈夫ですか？いつでも行ける。くらえ！見せてあげる。ほら、頑張って。やめて、やめて。攻め時ね。戦闘開始。ダメ。行きましょう。負けません。作ろう。今日はこれの気分。任しとき。どれにしようかな。どれにしようかな。この材料。どれを使う。よし。どれを使う。始めましょう。これにしよう。頑張り。どの材、あ、どの、どれ、どれ、よし。できた。何を作ろう。これ作ろう。どれを使う。どれにしよっかな。どれにしよっかな。これどれにしよっかな。一丁やりますか。できた。どれにしようかな。それ作ろう。頑張りますね。どれにしよっ、どれにしましょう。これどれにしましょう。一丁やりますか。できた。何を作ろう。行こうかな。キララの記憶。取っておこじゃあ。
するなら容赦しないよ。仕掛けます。いつでも行ける。いつでも撃てるよ。当たって。行きましょう。いつでも行ける。どうしようかな。当たって。いつでもやれます。この力でみんなを守る。よし、私の番。なんだよ、キララは来れないのか？うん、今日はパパとお仕事があるから。仕方ねえな。じゃあユカだけでも来いよ。大人が入るなって言ってる祠があるだろ。その中を探検するんだ。ダメだよ、怒られるよ。いいんだよ、ほら行くぞ。何これ。私頑張ります。
私の番やめてやまたつまらぬものを切ってしまったなんてね。新宅のおかげでまだまだ長生きできそうじゃわい。長寿の世界記録を目指しましょう。それにしても寂れていく村にこんな活気が戻るなんて、壺の伝承を思い出すわい。壺の伝承？あの祠の壺に何か言われが？知らんのか。あの壺があったからこの村は滅びから救われたのじゃ。昔々、水不足で稲も育たない、人も離れていく、そんな時があってな。そこにある奉仕がやってきて壺を置いていった。するとどうじゃろう、雨が降り、たちまち大地が潤った。以来、あの壺はこの村の守り神として建て祀られておる。なるほど。勉強になります。
私の番。行きましょう。大丈夫ですか？打てるよ。吹き飛んで。よし、私の番。くらえ！楽勝楽勝。負ける気がしないよ。するなら容赦しないよ。そうね。はい。私の番。せい、いつでもやれます。大丈夫ですか？想定、よし。吹き飛んで。打ち抜くぞ。行きましょう。当たって。いつでも行ける。負ける気がしないよ。負けません。そうですね。そうだな。私の番。
勝。負ける気がしないよ。どうですか、調子のほどは。なんとか。この調子でいけば県知事選は勝てるでしょう。ただ油断するとすぐ足元をすくわれます。対策は重ねておかないと。今日も長老たちへ挨拶に行ってきますよ。実務からは退いているのに影響力だけは大きい。長老たちも厄介なものですね。